はい、清少バランです。はい、田口です。ゆうきです。たけです。マシコです。よろしくお願いします。具合は、すでに具合が悪い。大体僕ら8個目の前ですけど、テンション高いはずなんですけど、この8個は頭悪い。めっちゃ今お腹空いてるんですけど。わかる？なんだろう、この感じ。めっちゃお腹空いてるのに、すげえなんかそのテンション上がらない。この感じはなんだろう。知ってる？これみんな。あ、知ってるか、もう古いぐらいだもんね。うん、で、散々いろんな YouTuber さんも見た。もう、かなりもう、ね、で、こすり倒されてる。倒されてる。もう、こすりすぎてもう光ってるね。ということでね、皆さん大好き、ペヤング。はい。超超超。ああ、大好きだわ。ファン、普通のペヤング好きだわ。うん、普通のペヤングね。こちらね、超超超大盛り、ギガマックス2142キロカロリーでございます。2142キロカロリーって、だいたい1日で。1日分、1日分。1日分です。やっぱり食べなきゃいけないと思うんですよ、僕たち。すごいなぁ。今日午前中すげえ健康的なことしてきたのに、そうそう、台無し。しかも俺さっき寝てたからね。寝起きでこれ。そう、シンカリオン見ながら寝ちゃってたからね。うん。やろうじゃないかと思うわけですよ。なるほど。うん、お腹も空いたしさ。お腹空いた。お腹空いてる。めっちゃお腹空いた。うん。せっかくやるんだったらさ、早食い的なこととかさ、したいわけよ。はいはいはい。なるほど。ね、そりゃそんな体型してる人2人いますから。うちらね、体でかいですけど、実は結構僕小食です。そう、普通ぐらいです。カドッチはまあ食うよ。でもそれでもたまに食う。結構食ってるイメージある。たまに食う。うん。タケさんは炭水化物ほぼ食べないイメージ。そう、だからやばいかもしれない。ゆうきさんはなんだかんだで量は食う人。まあ大丈夫なんじゃないかなって。おっ、ね、トミーさんのね、3分なんかさ、カドッチがささっと抜いてくれるとか。カドッチさんは3分目標として、はい、僕ら食い切れないパターンありますよ。あるある。まあとりあえずさ、もういいよ、何でもいいや。俺ちょっと眠いから、ちょっと食べよう。おう、もっと眠くなろう。それで食い切らなかったら帰れないっちゅうこと。そうですね、食い切るまで帰れませんみたいなやつですね。はい、やりましょう。はい、ということで、お湯入れましょう。はい、4つだとさ、5リットル必要なんだよね。いや、うち沸かせてんのがすごい。すごいよね、ほんと。奇跡奇跡奇跡。オッケー。はい、ということでできましたよ、皆さん。はい、いやー、いや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 、すげえ量だよ。あ、じゃあ、うーん、あ、うわ、これ箸入れるとこ絶望するんだ。やばいよ。あの、俺焼きそばで、分厚いって思ったの初めてかもしれない。じゃあ目標3分目指して食べましょうか。はい、はい、ということで、よーい、ドン。じゃあ、いただきます。いただきます。美味しそう。いただきます。いやー、3個目指してたカブツさんだけ。そうっすね。うん、めっちゃうまい。うん、この量でもしっかり焼きそばだね。そうですね、うん、3分でこれすぐできるんですよ。うん、まだうまい。全然うまい。うまい。俺さ、10代の頃さ、焼きそばかって言われてたんだよ、バイトで、先で。焼きそば食べ過ぎて。焼きそばしか食べてないから。ペヤングって結構大きいね。一口で食べていくと割とすぐなくなって、ちょっと物足りないなって思うじゃないですか。はい、これは一切それがない。結構減ったと思うんですけどね。もう2食はいってると思いますよ。うん、すごい。あと7秒で食えるか。3分台でいいですよ。3分台で。これ自己暗示の力ってあると思ってて、うん、苦しいって言ってると苦しくなるんで、苦しい時もいけるって言いました。余裕。分かった。オッケー。腹減ったー。いや、え、まだあんの？超幸せなんだけど。あっていう。やべ、こんな美味しい食べ物初めて食べた。幸せだな。うん。あー。もう何分？なんか味変リクエストだった。味変したいね。味変したい。ラー油とか。あ、いいかもね。うん、やべ、超いける。もうこれしかないから。やばやば、マジで早っ。もう超すごくない？超寂しい。持って味変えさせていただきました。俺あと1食分ぐらいしかない。寂しいな。ねえ、やってっすね。やってんな。やってるわ。かましてるわ。かました。でもね、マジやばいっす。だけ半端ねえ。あいつ半端ないって。そんな食えるんだ、最初から言っといて。そんなん食えんやん普通。こんなん、こんなん食えんやん。絶対食えんやん、こんなん。
トラクター。え、マジで7分半あっちぃ。トミさんやべえ、トミさんやべえ、怪物。おいね、途中までいい調子で進んだんだけど全然食べたくないんすよ。ベースダウン。いや、あのね、おう、今の気持ちが、うん、一番近い時の気持ち教えようか。はい、お願いします。ゆうきさんがかくれんぼで見つからなかった時の気持ち。泣きそうなんじゃん。秘密兵器抜いたんだよ。胃がなんだろう、えぐられるかも。はい、何分くらい、うん、全くもって最悪や。明るい気持ちになってきた。明るい気持ちになってきた。だんだん周りが白くなってきた。フットのブレーカー。カップラーメンってちょっと少なくて物足りないな、なんで多くしないんだろうって、うん、昔は思ってたけど、うん、奥下からいいってもんじゃない。おお、マシコシゴール。14分半。死んじゃう。めっちゃ死んじゃう。これ無理はしないでね。どうしようけちゃう。もう1000は食べてますからね。うん、これ1000ってまあ家系ラーメンぐらいですからね。いや、もうカロリー換算やめてください。カロリー換算やめてください。でもこれさ、でもカロリー単価はさ、すごくいいよね。コスパいいですよ、うんうん、カロリーコスパね。ちょっと待って、400円しないぐらい。400円ですよ、2000キロカロリー、なんと400円ですよ、1日1食でいいんですよ。あ、カロリーね。うん、あと1日分の野菜一発飲んどけばいい。よう食わねえっつって食えませんよって。最初からペヤングが好きですよ、もちろん。4つもやばいって最初から言ったじゃん、俺。2つのやつの時点でも相当あれやばいですよね。言ってた言ってた。何よ、それ、それの場合ってさらに。あー、うまいわペヤングうまいわ。もうすごい、舞台裏とかで、あの、メイキングを、うん、なんか、邪険にするこの気持ち、すげー今わかる。カメラに対してイラッとする。胃が小さい俺が。はい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 、はい、いただきます。マシコ大丈夫なの。ちょっとだけよ、ちょっとだけ、ちょっとだけよ、ちょっとだけでも支援してくれ。ちょっとだけだよ。よーし、減ったぞ。あとちょっとぐらい。よし、だけやって、これどういう風にまとめるのかわかんねえ。うん、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 何言うてる。NC 集。はい、ということでね、なんだ、なんだっけ、もう忘れちゃいました。あの、でかいペヤングね、うん、た、た、たべ、た、うん、ですです。まとめて、まとめて、無理して食べないようにしましょうね。ごちそうさまでした。以上、青春オーバーランでした。ごちそうさまです。バイバーイ。